スマホ初心者だったので、だいぶスマホでムービーを撮るときに、照明が消せなくていろいろ苦労しましたが、何でもないとこで発見できました。これですね、ここでフォトっていうところでいろいろ探していたんですけど、実際にはこの隣にムービーっていうのがあって、ムービーでした。で、明るいところからスタートをして撮ればいいみたいなことをやってましたけど、もともとここで、オフにすることができましたので、多分ねこの動画をアップしてる頃には、おっさんちゃんと あるよみたいな設定をちゃんと見ろとか、マニュアルを読めとか、あったでしょうきっと、ようやく発見しましたということと一緒にですね、これです、このスマホフォルダー、これを、まあ、1000円ちょっとですけど、これを買ってここにはめて、あれなんで自動ズームしちゃったの、あれ、あ、なんか押されてんだ、あ、すいませんすいません、ということはどこ、ここにズームのボタンがついているのね、どっちかにずらさないといけないね、あ、今度オンオフしちゃった、この辺か、変なの、まあでも、あ、ちょっとバランスが、なるほどね、いろいろ問題は起きるんでしょうね。でこれを三脚につけるんですけど、今ちょっと便宜上こういうクリップのタイプのやつにつけています。はい、じゃあスタートするよ。このピョンっていう音、これも消せたらいいな。写真に関してはシャッター音が消せない、なんか、シャッター音のしないアプリを入れればいいよみたいなことだけど、それって違法じゃないのってちょっと思うんですが、そういうことがなんかあるのかな。こう通常の設定の中に、動画を撮る時のこの起動音みたいなやつみたいなのが消せたらありがたいです。何せですね、こういう風にして2台のカメラでこう撮るようなスタイルを撮るときに音がちょっと邪魔をしています、という、だいぶ遅れてスマホを手にしたおじさんの、研究成果でした。こんなの多分ネットにいっぱい転がってますね。大変失礼しました。